4本アゴある。あ、ほんとだ。はい、見に行ってみます。いや、でも、おはようございます。おはようございます。こんなことやっていいの？はい、どうもこんにちは、ミオレです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが下土丸さんです。八丸！八丸さんか。あ、下土丸じゃない。何下土丸？ごめんなさい、ちょっとごっちゃになってました。どういうこと？いや、八で植木じゃないですか。うんうんうん、八植木から、そう、それがなんかごっちゃになって逆になって下土になっちゃいました。いや、植木も違うんだと。植木が、いや、上の木じゃないんだ、はい、下に土があるから、下土です。治らない骨折、これ骨折。あ、マジですか？もう無理だわ。一緒に伝説。なんでそれは本当忘れないの？普段から見てくださってる方はもうおなじみの光景なんですけども、はい、ナンバージャックに委託品を持っていこうかなと思います。よっ。はい、いや、本当もうありがたいことに、はい、もうぜひとも購入したいっていう方が本当にありがたいことにたくさんいらっしゃって、はい、で、なのでもうランバージャックにお願いして委託を出せるっていうのを、もうなんだかんだもうすぐ1年ぐらい、はい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 、毎月出させてもらってて、うん、今年ももう残りわずかですから。そうですね、もうそろそろ出しとこうかなと、今月も、はい、ということで用意しましたんで。さすがですよ。やっぱね、あのお店自体もね、あの結構イベント明けとかで、はいはい、結構生き物をね、おう、もういろいろお出ししてたんでね、はいはい、ちょうど新しいの欲しい時だと思うんですよ。なるほど。それも含めてね、都合がいいかもしれない。あ、それに貢献できるかわかんないですけど。そうだな、はい、あの変なサインさえなければね。あ、サインなんてないですよ。ないですか？はい、そう、僕だって書きたくて書いてるわけじゃないです、ね。まあ、欲しいっていう人が一部いたからね、はいはい、まあ、その方に配ったもんがもうすでに終わってますんでね。そうなんですよ。さすがにもうないですね、はいはい、なんでまあちょっと、まあ一応こちらに用意してます。すげえ、もうなんかこんな綺麗にいつも並んでたっけ。いや、並べてはいました。マジで、はい、なんだろうな、まあ、ざっくりと紹介させてもらうんですけど、はい、お願いします。もしかしたらランバージャックにもいるかもしれないんですけど、はい、まあ今年第一陣ということで、うん、はい、こちら虹色クワガタ、うわの赤系ですね。まあ赤みが強めの虹色がまあスーペア、はい、やっぱまあ綺麗なクワガタなんで、はい、でまあ飼育もすごいしやすいんで、うん、やっぱまあここからこう外国産始めてもいいかなっていう。ああ、そういう意味ではおすすめだし。おすすめ、はい、綺麗ですしね、なんて言ったって。で、まあまたあと、虹色がまあスーペアいて、はい、一ペアだけこうちょっと黒というか、お、かっこいい。まあディープレッドって言うべきなのか黒と言うべきなのかっていう、僕は黒だということで。なるほどね、はい、ディープレッドで言っても別に間違いはないですよね。まあまあ投げかけるけ、はい、まあでも僕は黒という判断で、はいはい、まあ、ブラックとして、出させてもらいます。はい、これすげえ綺麗なんで。ほんとだな。この虹色の概念を覆す色味というか、うん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 、これ、これがワンペアだけ。はい、これが まず一陣。一陣、いや、すごいな、今のだけで。虹色、やっぱたまんないですから。うん、さあ、そして、はい、これワンペアだけなんですけど、うん、こっちにいたやつで、はい、はい、まあ、虹色といえば次、パプキン、はい、ですね、のオスメスペア。まあ、ほんとノーマルカラーですけどね、うん、まあ、やっぱ結構、やっぱ立派で綺麗ですよね、結局。そうで、もう多分餌食べ始める頃なんで、はい、まあゼリー入れて多分もう購入した頃にはもうブリードできるんじゃないかなっていう。うわ、これがワメナさんですね。ワメナさん、はい、僕ずっと延々にワナメって言ってました、はい、いやでも僕ちょくちょくあるんですよ。ああ、だからその表記ミスあったらすいません、はい、言ってくれるとすごい助かります。さあ、そして、まあ、オスタンなんですけど、はい、これビソンノコギリって、おお、結構こんな大きくなるんだって僕初めて知ったんですけど。うわー、やっぱかっこいいな。この下の顎ね、4本顎ある感じで。ほんとだ、これかっこいいっすよね。これすごいわ。これ去年くじで当たった生態だったんですけど、うん、そっからまあブリードして、羽化してきてくれたやつが、だからその買ったやつは結構ちっちゃかったんですよ。はい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 、野外品で。でもこれ禁止瓶1本でこんだけでかくなってくれたんで、結構かっこいい、うん、見た瞬間もね、なんかそうラテライスに近いというか。あ、そうですね、まあ色ある系のノコギリ、うん、そう、ちょっとこれオス単品なんですけど、はい、まあ、これも可愛いんで、ちょっとごめんなさい、なんか僕の
僕の魔力が強すぎて。いや違う、すいません、なんか電子切れでしょ、もうすぐ間もなく社宅の階段みたいになってますよ。 あるけどな、あれなんていうの、なんでなんだろうね、あれ毎回あるあるですよね、うん、僕も社宅だったんで。管理人がな、忙しいから。そして、はい、ビソンノコギリのオスタンって言ってたんですけど、ペアも一応、おお、ツーペアだけで、これよ、多分もう動き始めてるんで、餌もう入れてますっていう感じですね。はいはいはい、ありますね、はい、メスも、まあ2匹、はい、2匹いたんで、オスに偏っちゃったんで、メスが2匹だけなんですよ。だからまあ2ペアっていう。なるほど。 あとは、まだ結構あるもんね、だって。そうですね、幼虫いくか。はい、幼虫が3種類なんですけど、うん、国産ミヤマ。おー、ミヤマ、国産ミヤマの幼虫。はい、だちょっとね、産地がね、これランバージャックで購入したミヤマからのやつなんですけど、うん、それ書いてなかったんで今日聞こうと思います。はい、大事だもんね、産地って。そうですね、まあでも国産ミヤマ、とりあえず国産ミヤマで産地は不明です、うん、一応今んとこ。そしてあと、アクベシアヌスミヤマクワガタ。おー、アクベシアヌス、アクベスとかいうのかな。おお、はい、まあもうに世界を代表するミヤマクワガタ。そうなんだ、はい、でも有名なミヤマクワガタ。そうですね、ヨーロッパミヤマで、ユダイクスに次いで大きいのかな。おー、ちょっとそこ曖昧ですけど、の幼虫がまあ数頭。はい、これも少しなんですけど、ケルブスミヤマ。おお、すげえ。これもクワプラさんのところで僕が初めて購入した野外品の、うん、これ産地が珍しくてハンガリーっていう。ハンガリー、普通南フランスとかなんですけど、うんうんうん、そうレア産地っていうので、まあしかも野外品からの類代まだ浅いんで WF2、はい、野外品から2回目の子ですね。うんうんうん、そう、これもすごい持ちやすいし、持ちやすい、持ち運びもカップの方のスペックでしょ。はい、それ別にすっかけないから、ニモリ君の姿持ちは。これ本当貴重な生態なんで、はい、数頭だけ置かしてもらいます。ミヤマの幼虫が3種類。そうですね、ミヤマ、ミヤマ、ミヤマですね。いや3種類で通じてたから、はい、すみません、うん、全然前世みたいに言っちゃいましたけど。いや言ったんだよ、無理やり。え、いやいや無理やりだから。そう、偶然とかじゃない。しかもなってなかったですから、ね、マジか。俺は騙されたけど全然良かったもん。本当ですか、うん、まあでも幼虫も多少ちょくちょく出していこうっていうので、はい、まあ今回はミヤマですって感じですかね。はい、はい、で、これ僕が最近出した超大型のヘラクレスオオカブトです。あ、超大型、超大型の。いやいや、そうかな、レコード記録に伝わるかわからないけど、そんなことないですよ。レコード記録にわずか80ミリ届かなかった。逆の方、ちっちゃいけどな。そう、超ミニサイズのヘラクレスのオス単品、はい、ちょっとこの子だけ、あのうちのメスと合うやついなかったんで、うん、多分もうすぐ餌食うかなって感じです。あー、なるほど。9月中旬なんで、でサイズ的にも2ヶ月ぐらいで多分餌食べ始めるんで、はい、まあヘラクレス飼ってみたいって方はぜひ。はい、ちょっと一風変わった可愛いヘラクレス。いいね、それはそれで可愛いからね。こいつ可愛いんですよ。あとはね、今年1陣目のオオクワガタが羽化してきたんで、おー、まあちょっとだけ、ちょっとまだ羽化して間もないんですけど。うわー、いいな、やっぱかっこいいわ。国産のオオクワガタ、はい、YG ですね。のせ、のせさん、かっこいい。やっぱかっこいいですね。まあ、オオクワもここからちょくちょく出てくるとは思うんですけど、はい、まあブリードスルーになっても、まあこれまだ餌も食べてないんで、うん、来年のまあ春過ぎぐらいからブリードできるかなって感じです、はい、そして単品なんですけど、はい、オスだけパラワンオヒラタ。でかっ、はい、ちょっとメスがね少なくてね、うち、うん、ブリードに回したいので申し訳ないですけど、オスだけです。オス単品でね、はい。いやー、かっこいい。まあ立派ですね、やっぱかっこいいですよね。コンパラワンのオス、はい、これはもうすぐブリードできるんですか。あ、これもまだですね。あー、少し休ませてから。うん、だからまあ2月、3月ぐらいかな、あだと思います。まあ上にこう、上で動き回り出したら、まあ餌あげてください。はい、もし購入された方はで、なんて言って持ち運びもしやすいです。クリアスライダーなんだと思う。こうクラッチバッグみたいにしても、いや、そういうことだと、はい、恥ずかしいし、こういう感じで恥ずかしさが受けるよ、そのままで。はい、これもぜひ。はい、あとは2種類ワンペアずつなんですけど、あー、ギラマだ。そうの、大輔と圭介ですね。あー、なるほど、確かに、はい、テカってる方が圭介、大輔、僕です。あ、僕じゃない、はい、じゃない、はい、違う大輔さんが。そうか、違う大輔ですけど、テカってる方が大輔で、はい、まあちょっとマットチックなのが圭介、ですね。いやー、はい、かっこいいな。
本当だからね、このあの動画自体もね、最近撮ったから。そうですね、まだ上がってないんで、うん、いずれ上がると思うんですけど。ちなみにそれとはまた別の動画外かな。この子は、ケイスケギラオハの子か、うん、は、タイムラプスでウカ動画撮った子ですね。あー、なるほど。はい、まあ、こっちはまあ、おいおい動画で出てくるんで、それも楽しみにしてください。はい、はい、これワンペアずつで、やっぱメスがどうしても早いんで、うん、ロンボクだからケイスケギラファの方は、うん、もう餌最近食べ始めちゃったんで、ちょっと低温管理の方がいいかもしれないです。あ、でちょっと、まあ、ゆっくりさせとくというか、はいはいはい、でこいつら最近なんで、多分ケイスケギラファの方でも多分12月入ってからとかになるんで、動き出すのが、うん、ちょっとずれちゃってるんですけど、あ、温度調整した方がいいかもしれない。はいはいはい、あとは、はい、まあ前回も好評の末、はい、今年も今月も、はい、ババ、うおお、これ結構デカめの73ミリ、とまあちょっとお手軽なちょっと小型のババもいるんで、はいはいはい、ぜひババやったことない方とかね、もうランバージャックのカール禁止瓶とか多分売ってるから、あ、なるほど、それ一緒に産卵セットに使えるし、合わせて買えると、はい、まあとは、はい、あとこの、はい、このケース、あの、マイナス50億円で、いや、おかしいって、あの、委託出します。金額もだし、それ俺のだし、あ、これ八幡さんのか、なんで俺がそれ上げて50億も取られないといけないの。あ、これ違うのか。違うや、これは八幡さんのか、ダメだよ、そんな嘘ついたら。毎回このコーナーがあるから。まあ、八幡さんもクワガタカブトムシ以外のやつやってるんで、はい、概要欄よかったら見てください。あ、こうやって告知するために優しさだったのか。まあ、でもこんな感じか。はいはい、あと忘れてた、はい、一応クワカブの部屋の最後、あんのかよ、はい、ちょっと数少ないんですけど、いやいや結構多いわ、5枚。あ、まあそっか、でもあの生体の数の割には、はい、抑えた方だな。まあ先月ね、大量に持っていったんで、はいはい、で大量に持ってくんなよって顔されたんでゼロにはしないのが三森くんらしいな。まあまあまあ ねちょっと持ってくる、はい、それはもう、うん、だから5枚今回は。はい、そうだ、ツイッターで見かけたんですよ、あのだから店長がとりあえずこうサインをバンバン渡してくれる、うんうん、そう、早く処分したいのかなみたいなツイート見かけたんで、うん、はい、だから早く処分しやすいように5枚です、はい、なるほどな、はい、まあそんな感じかな。だからまあ点数で言ったら、うん、まあ50点ぐらいあるんですかね。あ、すごいわ、はい、なんで、うん、ぜひまあランバージャック遊びに来る方とか、はい、またちょっとこの動画の後半の方でちょっと、今日紹介した委託の生態が出てくるのは日付また言いますんで、はい、ちょっと一旦ランバージャックに向かいますんで。わかりました、店長さんに会いに行きましょう、久しぶりに。そうですね、はい、はい、じゃあそれじゃあ皆さん、お茶碗とお箸の準備はよろしいでしょうか。ランバージャックまで溶き卵飲み干し、うわー、飲み干しだった。はい、ランバージャックさんに到着しました。はい、こちらです、はい、ランバージャック。結構久しぶりなんですよ実際。そうですね、1ヶ月ぐらいかな、はいはいはい、多分1ヶ月ぐらい行ってなかったんで、はい、中もどうなってるか気になるところなんですけど、まあそれはまた別動画で。わかりました、まあおいおい上がると思うんで、はい、そちらもぜひ気になった方はそちら出てくるまでちょっと楽しみにしてもらえたらと思うんですけど、はい、もう生態は一旦お貸しもらってるんで、はい、そっちの方行きましょうか。行きましょう、はい、ちょっと1ヶ月ぶりだから山口店長の様子も変わってるかもしれない。そんな変わらんて、そのね、小学生とかね、はい、学生なら分かるけどね。トトロが来てますね。違う、傘って別に人間も使うから。で、アルコールとマスクは絶対で、はい、じゃあマストですね。もう今、もう当たり前みたいになってますよね。うん、そうですね、カメラマンに渡します。はい、あ、いらっしゃいました、店長さんです。お疲れです、お久しぶりです。こんにちは、ご無沙汰。ご無沙汰、1ヶ月ぶりぐらいかもしれないですね。でもそんな経ちます、意外と経つかもしれないです。もうね、1ヶ月ぶりだともうこんなに大きくなって、いや変わってないでしょ本当に。いや、もともとでかいんですよいや、もう久しぶりなんですけど、あの委託品をこちら持ってきてるんですけど、はい、順に出してまず、すいません、先に初手で、はい、サイン色紙みたいなやつを、はい、5枚、はい、5枚ですね。大丈夫ですか、それガラクタにならないですか。大丈夫ですか、前回のやつ残ってたりします。いや、こんなあったんで、特に大きいのはね、あ、大きい方が人気なんですか。3枚あー、あ、残ってる、残ってる、はい、で合計8枚あります、はい、先着順ということで。先着順ですよ、もう
喉から手が出る。いや、そんな自分で言うもんじゃないよ。恥ずかしいと思わないのかな。いや、でも結構配ってるけど、はい、未だにね、言われるから。ああ、そうですか。嬉しいです。すごいな。山口店長がなんか、汗水垂らして配ってくれてるっていう噂聞いたら。いやいや、全然、もう自分のコロッと忘れちゃう。はい、いやいや、まあ忘れないでいてほしいですけど。ちょっと一回、全部並べていって。どうかな、山口。ちょっと、ラインですかね。どうでしょうかね。あ、お疲れって言ってたんで。うん、多分疲れてる人から電話来たの。いや、そういう意味でつかないからね。あ、そう、とりあえず言うじゃん、添えるんだから。まあ、久しぶりだな。うん、この光景やっぱな、なんかやっぱこの光景見てようやくね、次の月またげるというか、俺の気分としても。確かにもう今、うん、恒例みたいになってますね。そうだね、この中旬から下旬の。はい、もう11月ですから、うん、11月ももう、そうだね、終わり際ですからね。うん、11月終わりそうだなって思ったことあります。聞き方下手くそすぎてて。え、みょうりくんの委託コーナーがね、あと、そうですね、今どうなってるかも知りたいね。はい、もうガラッガラじゃないですか。だって結構経ってるしね。うん、まあ、先月2回来たとはいえ、あ、2回出したんですけど、うん、ガラガラだと思うな。サインが3枚ってことはどうかな。3つは残ってるんだろうね、最低でも。ああ、まあそういうことか、うん、一応。すごいな、こう見ると多いな。確かにこう見ると多いですね。来た時になかったですって言われるのがやっぱ一番ちょっと心苦しい部分もあるんで、っていうのも込めて一応。なるほどね。何かしら。いや、でもすごいわ。そう思ってるんですけど。ああ、値札もね、作ってきたんだよね。ハンガリー、ハンガリーも珍しいやつ。ああ、やっぱ本当珍しいですね。宮も山梨でしたみたいですね。はい、おー、追記したんですね。小さい頃から結構好きだったんでね。追記は積み木？積み木です、すいません。あ、よかった。マジで分かんなかったかな。いやいや、焦ってるじゃん。はい、汗かいてるじゃん。ほっとして。いや、でもいい運動になりました。ならないでしょ。この間にせっかく見に行ってみます。はい、あ、なるほど。はい、ちょっと待っててください。ちょっと待ってるけど、ちょっと無理だった。無理です。3個4個の時にできるやつだって、それその隠してね、売り切れてるってやつは。この量は無理だって、もう森くん。こんなに残ってますよ、だよこれ多分。3倍こうならない、ならないよ、そんなとこだけやっとってください。そんなのじゃない、そこまでする。恥ずかしいぞそれは。いや、でもだいぶなくなってます。あ、まあ、元は俺そうどれぐらいあったか知らないからさ、あれだけど。いやいや、まあまあ残ってますよ。まあ国産と、うん、まあ、年末に近づいてきてますしね。うん、そうか、これからってこともありますからね。お財布うちで買えるんでね。ああ、なるほどね。いや、でももう完売で。いや、ありがとうございます。どうにもならんって、これは。まあでも本当だいぶ減ったんで、本当購入してくださった方、ありがとうございます。こいつにまだついていく価値あるのか、俺不安なんだよ。いやいや、違う。見てないでしょ。見てください、僕の YouTube。 いや、だってこれも2段あったのがね。まあ、そっか、2段がね、1段になって。もう飼育まだやったことない方向けのノコギリクワガタとか、うんうん、5つ、まあ、タランドゥス。でもやっぱババは人気ですね。あー、そっか。ちょっとババ 2ペアしか持ってこれなかったんですけど、いや、感謝です。うん、戻ってみましょうか。はい、店長、すいません、なんか委託コーナーめちゃくちゃ残ってて。いや、すいません、三森くんがちょっと。どうですか、結構売れてますか。もう売れてる方じゃないよ。あ、方っていうから、そう、売れてるとは言ってない。そう、八幡さんそういうの好きすぎるんです。そういう時だけ日本語の身をつこうとして60点感を出してきたから、今。いや、そんなことない。売れてる方ってそういうことだから。85点です。そういうことは売れてるって言って。大丈夫かな。うん、ちょっと不安になってきましたね。ちょっとなってくる。まあ、戻すっていう手段もあるからね、僕ん家に。あー、まあまあそうか。そこの見極めはしっかりして、うん、俺が買い取ろうかな。買い取るとおかしいかな、自分でやっといて。いや、でも、おはようございます。あれ、マリさんだ。いやいやいや。え、委託コーナーですよ、ワニさんの。いやいや、違う、ワニさん出品するわけじゃないです。いや、わけも分からずですけど、お互い。なんで。いやいや、今日撮影で。あ、そうなんですか。そうなんですね。いや、嫌ですよ、俺、ワニさんの初コラボ、こういう感じは。え、今日撮影ですか。はい。あ、そうか。いやいや、2階ですか。あ、まあ
全体的に。あ、そうだったっす、ね、そうなんですね。急すぎた、びっくりした。やめてもらっていいですか、今日。それだけ急いでるじゃないでしょ。僕らの方がまだ先に来てるんですか。ちょっと奪い合いかもしれないですけど。山口店長の、ね、チャンネルワニのワニさんが来てくれてます。はい、とんでもないですよ。ね、こんな。こんなことなる。いや、熱っ。嬉しい。ちょっと、まあ、ナンバージャック、うん、まあ、僕ん家みたいなとこあるんで、しててください。だいぶ偉そうだな。ちょっと、ダメですよ、ワニさん。ボコボコにしてもいいですよ、その筋肉で。あ、すみません。お邪魔させていただきます。はい、あ、いえいえ、ゆっくりしててください。すみません。ありがとうございます。お疲れ様です。そんな、こんなことやっていいの？サムネ変えようよ。いや、おかしいでしょ、急に。いや、あんな山盛りじゃなくていいって。ワニさん、ね、そうか、ワニさん、あのチャンネルワニ、はい、まあ、もうみんな知ってると思うんですけど、生き物の、はい、ってなったらもうワニさん知ってると思うんですけど、うん、一応あのワニさんの動画でもランバージャック出るみたいなんで、はい、ぜひ見てください。一回ね、爬虫類とかもいるからね、はいはい、そういう意味ではすごいですね、このランバージャックの守備範囲といいますか、すごい。ってことは上で店長もワニさんの撮影に加わるんですか。いや、上は多分、はい、あ、なるほど。でもマジで選ぶんだったら絶対ワニさんの方が得ですよ。C で内緒でお願いします。僕はこれでおしまいして上でじゃあ対応します。いや、切り替え早すぎる。やっぱり忖度が大事ですね、やっぱ。この世の中こんなことになるならな、うん、こんないっぱい持ってこなくてよかったかもしれないですね。確かにな、この辺残ってると思わないな。はい、2階は特に僕ほとんど映さないんで。そっか、今ね、結構たくさんカマキリが来てたんですよ。でワニさんもね、カマキリたくさん飼われてるんでね、はい、もしかしたらその辺かもしれないですね。あ、そうです、そうか、行かなきゃ。あ、行かなきゃって言われた。ちゃんと理由がなんか、俺も行くし、はい、いやいや、じゃあ俺も行きます。メモリ君一人で、メモリ君一人で移り込みましょうよ。ワニさんのチャンネル姑息だな。まあでも時期に多分上がると思うんで、ね、はい、楽しみにしてください。そうですね、はい、あ、今のうち、はい、じゃあちょっとこの動画が上がった次の日から一応今日紹介したやつは委託に出してもらう感じになるんで、はい、ぜひ気になった方は遊びに来てください。はい、概要欄に一応ツイッターも、ランバージャックのツイッターも載せときますし、まあ、調べれば多分すぐ出てくると思うんで。わかりました、はい、一応、武蔵小金井とか東小金井かな、東小金井の間ぐらいですね。もう間ぐらいな、まあ歩いて10分ぐらいというところなんで、はい、まあ、多分バスとかも出てるんで、ぜひ遊びに来てください。はい、お願いします。八丸さんに茶化されるんで、あのできるだけよかったら買ってください。それそれで、はい、それ目的で、はい、早めにこれも締めとかないと、はい、店長がいなくなっちゃうから。いや、本当、はい、本気でやるとは思わないかな。店長、じゃあこっちは、あ、できましたか。はい、はい、はい、どうも、すいません、これじゃあまた、動画上がった次の日から、すいません、お願いします。わかりました、はい。今から上に行かれるんですか。じゃあ私、あの、買い物していただきます。方の方が、いや、やっぱそれはそうですよね。ショップの、だから僕も、ね、どっかでお買い物するんで。そうだな。じゃあ、まあ、今、大丈夫です。買うときはやだな、キャバ嬢みたいだな。いい女に見えてきた。いや、いや、どんどん貢がないとですね。はい、ということで、まあ、ランバージャックさん、他にも本当今めちゃくちゃ生態も入ってきてるんで、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、ということで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。質問コーナーです。平岡さんです。お願いします。お願いします。ということで早速お願いいたします。はい、本日質問2つです。2つ、ありがとうございます。はい、1つ目です。はい、昆虫飼育を行おうと思っているんですが、うん、おすすめのメタルラックなどってありますか？おすすめのメタルラック、はい、僕名前が分かんないんで正直何とも言えないですけど。ああ、な、そうか、そう、種類いろいろあるけど、でもどういうやつやったりとか、はい、規模にもよるもんな。まあそうですね、規模にもよるし、最初一番初めにとかなんかなかったの、小規模でやる場合にこれよかったな。いや、でもやっぱもう一番勝手がいいのは普通にスチールラック、あのスチールラック、網網のはいはいはいやつですかね。あの、そうですね、あの丸いポールで高さ調整しやすい、なんかプラスチックみたいなのを挟んでこう棚にするタイプ、はい、組み立て式のあれが一番いいかな。サイズもいっぱいあるし調節できるし、そうですね、ちっちゃいのもあれば大きいのも、ほんと横縦180とかもあるし、ちっちゃいのだったらほんと60センチとかそういうのもあったりするんで、一番それがいいかな。そので別にその穴なんていうんですか、その網網ではあるけど、うん、別にその生態のケースとか置きやすい、意外と置けるし、はいはいはい、まあそれでちょっとなんか気になるようだったら、それ用のなんていうんですかね、ラバー的な
のだったり 木の板みたいなのも売ってたりするんで。へえ、はい、だからもう一番カスタムしやすいのはやっぱスチールラックですかね。まあ、確かにカスタムしやすいのは大事じゃない、はい、そうっすね、自分の、うん、ただもう置いていくうちに変わるもんな、多分ここちょっとこう置きたいとか、ね、いやそうなんですよね結局だから、うん、まあ一番使い勝手いいのはやっぱそうですね、あと組み立てやすい、うんうん、あとはね、あの結構その工具ちょっと使う系のタイプの方が安かったりするんですけど、うん、それちょっと名前は思い出せないんですよね。一応僕もそれ昆虫ハウスはそれ使ってるんですよ。ただマジでスチールラックにしとけばよかったってずっと思ってます。なるほどね、はい、それぐらいスチールラックやっぱいいなって。そうですね、ただ2000円ぐらい変わるんですよやっぱその、ね、まあでかいサイズなんで、はいはいはい、2000円をまあトータルあれ10個ぐらいあるんで、うん、って考えて2万円安くって考えたらその時はやっぱ上の今使ってる黒いネジで止める式のやつでやった方がいいなと思ったんですけど、今の僕だったら完全にスチールラックを全部買いますね。もうそれぐらいの感じですか、はい、そうですね、やっぱもう労働量が違いすぎるというか、はい、その組み立てるまでのそれぐらい大変やったんや。ほんとそうですね、だから感覚で言ったらプレステ4を起動して自分のやりたいゲームをするみたいな感覚がスチールラックで、うん、はい、でその今使ってるラック、まああれもいいんですけど、うん、いいんだけどあれは言ったらその前段階というか、うん、プレステ4を、うん、作ってそっから、そのかソフトを買いに行って起動させてみたいな、はい、ぐらい、手がどっちがっていう、確かにな、ぐらい大変でした。何日もかけて3人で作ったんで、あ3人でちゃんとみんなでやったり、一応まあ百島さんはほぼ寝てましたけど楽の上で、はい、いや楽の上でさすがにそれは横着しすぎですよよく一緒に最初の段階でそれで3人で住もうっていうか、その一緒にスペース借りようってなった初日よく寝てられるな、はい、いや本当ですよね。まあまあまあそういうやつやから、まあまあしゃあないんですけど、うん、まあ、はじまさんの話したらキリないんでね。まあそうだね、はじまさんも買い替えたいんですけどね本当は、ね、でもそろそろなんかアップデート入るって聞いたけど、ね、あ、何ですか Google が不具合起きなきゃいいですけどバージョンアップしながら始まるバージョン8にならない、いやー8、まだ8じゃなかったんですよ、7やな、あ、7なんだ、早くなってほしいですね。いや何の話ごめんなさいすみません。いやでもまあでもやっぱスチールラックですかね。スチールラック本当もうホームセンターとかでも一般的に売ってるよく見るような、うん、新生活とかまあ一人暮らしの人がなんだろうな、いろんな場所で使ってるようなやつ、はい、まあテレビ台とかにもしたりするし、うんうんうん、まあ本当物置用にとか、はい、そういう感じでスチールラックいろんな90センチ、180センチ、60センチいっぱいサイズあるんで、うん、高さもめっちゃあるんで、やっぱ一番無難ですね。なるほどね、はい、なんでまあ昆虫飼育の参考にしてもらえたら嬉しいですかね。なるほど、はい、まあ規模もどうなるか分かんないんで何とも言えないですけど、うん、まあ、昆虫飼育すごい楽しいんで、はい、まあぜひ一緒にブリードも頑張りましょう。はい、そして最後です、はい、サタンの幼虫をオークションで買おうとしているのですが、やはり交雑種などがいるのでやめた方がいいですか。うーん、いつも見てます。おー、ありがとうございます。わかる、最後びっくりしたそう忘れたはずだった最後、これ多分いつも見てますから、なんか始まること多いから最後にこう、あ、なるほど、いつも見てます。あ、なるほど、もう夕日沈んで今日も終わるなと思ったらまた日昇ったんでびっくりしてそう、まあ、ニュアンスはそんな感じ、はい、いやでも嬉しいですね、いつも見てくれて、はい、ありがとうございます。やっぱオークションで買おうとして、まあ交雑とか悩む部分あると思うんですけど、うん、むずいっすね正直ね。その結果論になるんで、交雑の可能性もなくはないっていう感じで、なるほど、とかもあるし、もちろんそういう詐欺まがいみたいなのもあるし、うん、ではあるけど、そんなの実際はほんの一握りというか、なるほどね、だから、はい、ただ100回取引したら1回もしかしたら詐欺に遭うかもしれないぐらい、ほんとその程度なんですよ、まあ、その位置がた、まあ、結構やっぱそういうなんて位置あったら言われるやんか、はい、そうですね、それがちょっと広がってそうなってるってことね。はい、だから極端にもう切りない、オークションっていうのはもう本当に昆虫ショップとかみたいに、うん、まあ昆虫ショップより全然安くで手に入ったりするんですけど、その分保証ができないっていうのがもうオークション、うん、個人間だからはもう割り切って、もうそうね、やるならもう買うなら、はい、まあ、安い分それなりの、まあ、リスクもなくはないよっていう。なるほどね、はい、で昆虫ショップとかは、正規の値段、はい、だから安いっていうわけではないけど保証というか、ね、はい、それがまあ保証
もついてるよっていう感じなんで、うん、そうですね。だからそう、どっちも良さはあるんで、正直僕もヤフオク使ったりするし、ヤフオクだったら例えば昆虫ショップだと、まあ一定期間7月から9月にしかいないような種類でも、うん、ヤフオク探せば年中いたりするんで、幼虫成虫とか問わず、はいはいはい、だから今メリットあるんですけど、でも交雑とかがいるのも確かだし、うん、それを交雑だと本当に思ってない人もいるし、なるほどな、はい、それを分からず出品している方も、そうなんですよ、そういうのもあるから、うん、もう実は交雑だけども交雑じゃないと思ってる人もいるだろうし、はい、そう、それはもう多分そういうの考え出したらきりないんで、はい、だから本当に交雑とか他の種類の幼虫とかっていうのが、うん、まあ、可能性あるけど、まあ、覚悟の上で買うんだったら、うん、まあ、ヤフオクで買っていいのかなっていう、うん、はい、ただまあもちろんそんな確率なんて本当一握りだし、うんうんうん、っていう部分はあるんで、まあそうだね、うん、まあ、オークションに関してはもうそれも昆虫とか限らず、いやもう限らずですね、本当にどの商品でもそういうことやね、そうですね、なんか偽物の服とか売ってたりするしってことよね、そう、なんか切りないですけど、だからもう例えばその自分の中で欲しい生態を出品してる人がいたら、うん、過去の取引とかの評価とか見たり、うん、今出品しているものとかで、うん、例えばその幼虫の、例えば親とか、まあ、同じ、サタンだったらサタンの成虫を販売してた形跡があるかどうかとか、うん、はいはいはい、そういうのをまあ調べた上で僕は成虫も売ってることがあるんだったら大丈夫かなっていうので入札したりしますけど、なるほどね、リサーチしっかりして、そうですね、っていうことね、そうですね、それで不安要素がなくなったら入札するけど、不安要素あったらまあ入札しない方がいいかなっていう、まあ、そうやんな、はい、まあ、実際そういうところでいろいろ固めていって、そうですね、これだったら大丈夫だろうで買うっていうもんやもんな、はい、そうですね、それでもう交雑だった、羽化してきたのが違う種類だった、もうそれは仕方ないと捉えるしかないわけでもないですけど、まあそういう捉えるつもりで入札しないともうちょっとやっていけない部分でもあるんで、まあそれが本当にもう不安であればもうやめるのが一番ですね、そうですね、それが一番ストレスないんで、うんうんうん、もう羽化してきて違う種類だったってなった頃にはもうそいついないんで、多分その出品してたやつって、ね、その確信犯だった場合はやっちゃってる場合はな、はい、そういう部分、そういうのの使われ方もするんで、うん、まあメリットデメリットありますけど、だ一番無難なのはやっぱもう昆虫ショップですね、まあ、そうやな、はい、だそういうのも加味した上でやっぱ昆虫ショップがやっぱ成り立ってるのってそういうことだと思うんで、まあ、存在しているってそうだよね、そうなんですよ、だからヤフオクであんだけ安く、例えば、うん、なんだろう、昆虫ショップの半額とかで、うんうん、生態手に入る可能性もあるようなサイトがあるにもかかわらず、昆虫ショップが全国に、まあ、ね、今でもたくさんあるっていうのはそういうことなんで、そういうことよね、だからまあ本当に心配だったらもう昆虫ショップで買うのが一番いいと思います、うん、はい、だから通販とかもやってるんでね、ちょっと調べてみて買うのをおすすめしますね、そうですね、はい、はい、まあ、一緒にブリードも頑張りましょう、はい、はい、以上です、ありがとうございます、いやいい質問ありがとうございます、よかった、久しぶりにオークションの話もできたんですけど、まあ、うん、定期的にオークションの話とかところどころでしたりしてるんで、うんうんうん、その時に話してるから話してない部分とかあるんで、その上げ足だけは取らないように、まあね、はい、足ずっと上がってるからな、うん、本当そう、トータル動画のトータルで見たら足上がってないだけなんで、そう、だいたい足は上がってるから、そうですね、もうその取ろうとしないでくださいっていうことですね、うん、そうですね、はい、全部見たら足上がってないんで、実は、あ、そうだ、そうです、はい、ゆっくり下がってるんですよ、あと、そういう仕組みなの、はい、そういうの、そう、だからまあ上げ足取られてももう仕方ないんですけどね、それって確かに、今言ってることもこれもこいつ何言ってんだって足上げてんぞーってなってるから、ね、そう、まあでもやっぱまあ難しいですね、僕は僕のルールでやってるんで、うん、ヤフオクとか特に、まあそう、こういうなんて本当さ、うん、もう昆虫問わずもう自分の中でこのなんか基準というのを立てへんかったらオークションって手出せんと思う、いや手出せないですよ、うん、でも僕もね、その昆虫ではないですけど一回ね多分やられてるんじゃないか疑惑はあるんで、あ、そうなんや、はい、そう、実はなんかだった、はい、ただね怖くて結局開けれずでっていうやつがあって、それも実家に送ってるんで、ちょっとどっかのタイミングで、実家から持って帰ってきて、へサブちゃんであげようと思ってるんで、面白そう、はい、いいね、
ちょっと覚悟決めようかなっていうのがあるんで。へえ、そんなあんにゃん。そうですね。ぜひ。はい。それはサブチャンネルのね。あ、そうですね。覗き穴で。まあ本当クワガタカブトムシ関係ないんですけど、まあ遊戯王なんですけど。あ、それあるんやん。はい。そんなやつが。あるんで、それ今ふと思い出したんですけど。あ、ちょっと面白そう。はい。だからまあ。もうでも僕も正直それはもう覚悟の上でもあるんで、はいはいはい、まあ、あと1回オリジナルパックっていう遊戯王で1回やられてたりするんで、オリパってね、はい、俗に言う、そうだからまあそれ以降やっぱもう懲りたりはしてるんでね僕も、んーそれ以降はオリパも買わないしとか、あもう今後もまあ多分買いますけど、はい、1年経ったしいやそんな、はい、執行猶予じゃないからそうだからまあちょっとやっぱ覚悟の上っていうねなんか変な話ですけどね、はい、その被害者側が覚悟しないと被害者になる可能性がある側が覚悟しないといけないって歯がゆいですけど、まあそうやね、まあ、うん、そこら辺ってそうもうしゃあないですよね、その仲介業者っていうのがいないのがそういうことだね、それだから安くいけるっていう話なんで、まあ難しいですけど、そう見定めもできないですしねなかなかね、うん、はい、まあでもあん、まあ、いい機会にはなったんで、そうですね、はい、でメタルラックとかスチールラックの話もあんまりする機会ないんで、はい、まあ、よかったですね本当に、中身の濃い2つでしたけど長い時間話しちゃったっていう感じの、止まらなくなってたもんね、止まんなくなっちゃいましたね本当に、匂い列車も出発進行中で、あ今はもう止まらなかった、はい、危なかったけどね、まあ、そうですね危なかったですね一つなんか意思乗っけられてたけど、はい、そうですね一瞬外れたけどね危なかったです、なんとかガシャって挟まったって、はい、まあでもここらで停車させていただこうかなと思っとるんで、はいポッポーっと、はい、あ出ちゃうか今、ああ出発しちゃうね、そうですねはい、いやでも本当に質問も、引き続き本当にいろんな質問をお待ちしてますんで、ぜひぜひ YouTube のコメント欄から、今日の動画の感想だったり質問だったり、待ってますんでぜひ気軽に書いてください、はい、はい、そんな感じで今回の動画も長々とご視聴いただきありがとうございました。